再開発で劇的な変貌を遂げた南千住。特に JR 隅田川駅の跡地、塩見地区に広がる高層マンション群は、ドヤ街三谷や小塚原形状のあったエリアとはまるで別世界だ。新しい高層マンション群に我々が求めるようなものはないと思うのだが、ここになんと妖精の住むエリアがあるというのでやってきた。確かこの辺りにあったと思うのだが、ありましたありました。こちら UR 賃貸住宅リバーハーブスコート南千住。いましたよ妖精。こちらの敷地内に10作品の妖精オブジェ。入り口にある案内板、区内在住で洋画家でありタレント業もこなす木戸真亜子さんの作品。ご本人に解説を読んでいただけたら最高なんですが、近くに流れる隅田川に対する思いやハープをイメージしたという作品たち、それでは皆さんにも実際歩いているような感覚で楽しんでもらえたらと思います。音の妖精だというこの子たち、耳を澄ませばチャプチャプそよそよと
音を奏でているかもと木戸さん。みんなニコニコしていて超キュート。ハードボイルドな南千住でまさかこんな癒し系に出会えるとは。好感触。